はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと使える小技を紹介していきたいと思います。何かっていうと、イラストレーターのファイルを iPad で開いてそれを編集する方法を紹介していきます。で、iPad ってまだイラストレーターのアプリっていうのは、出てないんですよね。なのでデザイナーさんとかでもしイラレのファイルを編集したいなと思ったら、どうしても Mac の方からやらなきゃいけないって思ってると思うんですけど、実はそんなことなくって、 iPad でもイラレのデータを開けることができます。で、あとはね、営業さんとかのお仕事してる人で Mac PC にイラストレーターすら持ってない人いるじゃないですか。なんだけどメールとかでイラレのデータがね、送られてきた、まあ、見れないみたいになることあると思うんですけど、そんな人でも iPad を持ってたら、あるアプリを使えばね、このイラストレーターを開いて中を見ることができます。なので今日はそれのね、やり方を紹介していきたいと思います。結構必見なので最後まで楽しんでください。はい、じゃあですね、ちょっと初めに今日使うアプリを紹介していきたいんですけど、今日使うアプリはアフィニティデザイナーっていうアプリを使っていきます。で、これはですね、ほぼイラストレーターみたいな感じで思ってもらっていいんですけど、まあ、イラストレーターの機能とフォトショップの機能、ラスターの機能とベクターの機能が混ぜこじゃになったようなアプリです。で、以前にもですね、何回かこのアフィニティデザイナーのアプリの使い方紹介してるので、よかったら再生リストの方から見てみてください。で、このアプリですね、値段は2400円かな、今2400円ぐらいだったと思うんですけど、1回の買い切りで使うことができます。なので一番最初に2400円払うとずっと使うことができます。で、これを使っていくんですけど、やり方としてはすごい簡単で、まあ、例えば Mac の方でイラストレーターのファイルをデスクトップに保存するじゃないですか。そしたら、iCloud ドライブっていうのを経由して、そのデスクトップの情報っていうのが iPad の方でも見れるようになるんですね。で、iPad のもともと入ってるアプリの中のファイルっていうね、アプリを開いてあげると、今これデスクトップのデータが今見えている状態なんですけど、この中のポップアイコンっていうのが、これイラストレーターのファイルなんですね。なんですけど、これタッチしてもイラストレーターもちろん開かないんですよ、入ってないから。で、今こう見えない状態になってるんですけど、この状態で右上のこの共有ボタンを押します。で、この中からアフィニティデザイナーを、探してください。こうやってね、スライドして、で、見つけたらこれをタップするだけ。そしたらアフィニティデザイナーが勝手に立ち上がって、さっきのイラストレーターのファイルがこっちで見れるようになるんですよ。すごくないですか？でもちゃんとベクターとかね、色とかもそのまま情報が引き継がれていて、ここで Apple Pencil でタッチしてあげると、この iPad 上で編集することができるんですよ。で、今これ LINE のところタッチしてあげて、この右側のツールバーのカラーピッカーをこうやって回してあげると色が変わります。で、同じようにこの中の塗りのところもタッチしてあげて色変えます。で、複数選択して一気に色を変えたいときは、今左手で画面のどっか一本指でタッチしながら、こう Apple Pencil でポンポンポンってタッチしてあげると複数選択できるので、この状態で一気に色を変えることもできます。で、全選択したいときは、この画面の中のオブジェクトを全部囲うようにグーッとドラッグしてあげて選択してあげると全選択できるので、この状態で、アウトラインの方の色をちょっと赤ピンクぐらいにして、中身の色もちょっと変えてあげて、一気にね、色を変えてあげてください。で、ちょっとここで私がこのアプリの好きなところを話しておくと、このアプリはですね、ひたすらズームすることができます。こんな感じで、他のアプリだとこうズームある程度のところまでしかズームできないんですけど、このアフィニティデザイナーはひたすらズームすることができます。なのですごいね、作業がやりやすいです。で、今ですね、この Apple Pencil でタッチしてるラインっていうのは、これ、今線のデータなんですね。
でイラストレーターやってる人だと分かると思うんですけど、線のデータをアウトライン化してこう塗りのデータにしたい時っていうのがあると思うんですけど、そういう時はですね、この線のデータを選択した状態で上の点点点っていうところから、ここに境界線に展開っていうボタンがあるので、これを押してください。そうすると線からベタ塗りのデータに変わります。なのでこの状態でここをダブルタッチしてあげると、このアンカーポイントっていうのが出てくるので、こうやって後からパスとかね、ベジ曲線を編集することができます。これね、すごい便利ですよね。イラストレーターのファイルが iPad でパスをこう編集できるなんてって、最初私も気づいた時めっちゃ嬉しかったんですけど、そっからはですね、こう iCloud ドライブにね保存して、いつでも iPad で編集できるようにしてます。で、こっからちょっと違うデータでやっていきたいので、さっきと同じようにファイルアプリ立ち上げて別のデータを選んでいくんですけど、もしこれメールとかでいられが添付されてきて、それを開きたいっていう時は、そのイラストレーターのデータタップしてあげると、今開いてるのと同じようにどっかにこの共有ボタンっていうのがついてるはずなので、この共有ボタンを選択してあげて、この中から同じようにアフィニティデザイナーを選択してあげると開けるので、今ファイルアプリからやってるけど、どのアプリからでもこの共有ボタンさえ押せば大丈夫っていうことを覚えておいてください。で、今これロゴデータを開いてるんですけど、イラストレーターの方でアートボードっていうのを3つ作って、そのアートボードの上にロゴを1個ずつ配置してる感じなんですけど、このアートボードの情報もちゃんとアフィニティデザイナーの方で引き継がれて、こうやって見ることができます。で、後からこのアートボードとかも追加したり消したりすることができます。で、このロゴっていうのは今いられ上でアウトライン化したものをこのアプリの方で読み込んできてるんですけど、もしテキスト打ったままこのアフィニティデザイナーで開こうとすると、 iPad の方に同じフォントが入ってないと、エラーが出ちゃうので、 iPad の方に同じフォントをダウンロードしてから開くようにしてください。で、 iPad の方にフォントをダウンロードする方法はですね、 AnyFont っていう今アプリがあって、それを使ったらフォントをダウンロードすることができます。で、来月ぐらいに iPadOS っていうのが出るんですけど、この iPadOS が出るともっとね、 iPad 上でのフォントのやり取りっていうのが楽になると思うので、来月までね待つっていうのもありかなと思います。で、どうしてもねこのフォントダウンロードしたい人は AnyFont っていうアプリ使ってみてください。で、さっき話したアートボードですね、これを増やしたい時なんですけど、このメニューバーの左上のところの設定ボタン、これを押すとアートボードっていう項目があるので、これを選択、そしたらこの下のバーのところがですね変わるので、ここでプラスボタンを押してあげると同じサイズのアートボードが複製されます。で、こんな感じでアートボード選択してあげて移動させることもできます。で、同じようなねロゴを何個も作って比較したいときは、このアートボード増やしてあげて、コピペしてあげて、いろいろねバリエーションを作っていってあげてください。で、既存のアートボードをコピペしたいときは、メニューバーから複製っていうところを押すと、この複製したやつが上に乗っかってコピペされたような形になってるので、この状態でこう2枚目をね移動させてあげるとちゃんと動いてくれるので、これでね同じアートボードをいくつも複製させて、まあ、色を変えてっていうのをよくやってます。はい、で、こんな感じでですね、アートボードたくさんコピペして空張りつけて今日は完成にしたいと思います。今日はね結構使える小技だったんじゃないかなと思うんですけど、なんか人に教えたくないぐらいね本当にこの技は便利なので、デザイナーさんはもちろんね、こう出先とかでねいられのファイル開きたいなと思った人はぜひ使ってほしいと思います。で、デザイナーさんにもおすすめなんですけど、やっぱりねいられを持ってない営業の方にもめっちゃおすすめなので、ぜひぜひぜひこのねアフィニティデザイナーをね2400円で購入していられのファイルを開いてみてください。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしねこの動画が役に立ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。あとはこんな感じで iPad のね使える技とかいろいろ紹介しているので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。